はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日もね、この背景わかる方いらっしゃると思うんですけど、古賀にあります文福飯店さんにお邪魔しております。でね、今回もちょっといろいろまた頼んだんですけど、まずこっちから、これがまあ今日の小鉢ってことで、お漬物とイワシかな、イワシの生姜煮かな、これはブリかなんかだと思うんだけど、頼んだ料理がこちらからシューマイが約10個、でこれがナス味噌炒め、肉団子、今回で焼肉定食になるんで、ここがセットですね。ご飯の方は一応ザマーミロ盛りってやつになりますでこれが、サバ味噌ですね。でお味噌汁になります。早速ね、あったかいうちに食べちゃおうと思うんで、いただきます。よし、ちょっとまずはサラダからと。じゃあまずこれ、前回もいただいたんですけど、シューマイでございます。このシューマイね、お店もおすすめのメニューで、これねめちゃめちゃ美味しいんですよ。見えるかな、こんな感じなの。こんな感じでね、めっちゃうまいんだよこれ。うん、うまっ。うん、そしたらちょっとこちら、はい、肉団子でございます。めちゃめちゃうまそう。肉団子はこんな感じでございます。うん、うん、うん、これはご飯が進むわ。うん、ちょっとこんな感じでからしもつけて、続いてこれか、小鉢でございます。イワシの生姜煮かな。うん、うん、うまっ。骨までほろほろ。お味噌汁、これいかないとね、一応定食なんで、これが焼肉定食でございます。うん、うまっ。これ小鉢の部位でございます。うん、続いてのおかず、こちらでございます。じゃん、サバ味噌でございます。いや、サバ味噌うまいよね。うん、うまっ。ちょっとそろそろ、これ一応最後だね、新しいやつ。ナス味噌炒めでございます。これまたうまそう。
まっ、あ、あります、いただきます。やっぱり今日も増えました。ほうれん草、これバターソテーが何かかな、こんな感じ。うん、今日も怖いな。いい、うん、まっ、めっちゃうまいな。うん、米にも合うソテーだ。結構濃いめ、うまい。どんで食いたいよね、こうやって。だからちょっとよ、消えちゃったこの話で、あれになっちゃったけどよ、ちょっと、うん、今もう消えちゃったことでな、お願いすんでな、な、なんか食べたいものあるよ、な、若い女の子だ。肉団子完食でございます。珍しいよね、サバ味噌にこれ紅生姜って。うん、大丈夫です。まあまあお腹いっぱいです今。大丈夫です。もちろんです、もちろんです。お腹いっぱいです。行こう。デザート行きます。大丈夫です。ありがとうございます。はい。びっくりした。はい、はい。はい。あと低血糖なね。ああ、ありがとうございます。低血糖なね。今日はちゃんとデザートでした。ありがとうございます。前回ね、デザートでカニとか来たのでびっくりした。うん、最後にエクレアを。ああ、お腹いっぱいだよ。うん、うまっ。今日はお持ち帰りなしで、なんとか無事全部完食しました。いやー美味しいけど、やっぱり量多いですね。ごちそうさまでした。